まあ大きな苦難に入った時に、まあ、自分は牧師を目指してるわけですけどももし自分が選別者だったらですね多分ジグソーパズルは絶対買うんじゃないかなって毎回思ってますね、まあ、特にあの大きいやつ1,000、まあ、ピース以上のやつでできればもう難しいやつですね、まあ、それを買うんじゃないかっていうのが毎回思ってますまあそれはどうしてもですねまあ大きな苦難の45日間を過ごす上で やっぱりですね、何かちょっと集中していっとき何か忘れるっていう部分が必要かなと思うんで、まあ、そういった時にですね、まあ、ジグソーパズルっていうのは非常にですねまあ特にこういうのってなかなか集中しないとあの出来上がらないんでそういう意味では、まあ、もし自分が選別者を目指すんだったら、まあ、一つジグソーパズルをですね まあ買っっっててておくんじゃなないかなって毎回思ってますね。実際自分の場合はその選別者というよりも牧師は目指してるんでまあ買うことはないんですけどももしよければ参考にしていただければと思いますねやっぱりちょっとあのー、精神安定させるためにはですね、まあ、何かに一つ集中するっていうのが悪いことじゃないと思ってますんで、まあ、そういう中でジグソーパズルっていうのはいいんじゃないかなって自分はいつも考えてますね、まあ、参考にしてみてくださいえ今回は以上ですありがとうございました